いやごめんごめん音がち、いやごめんごめんごめん、ちょっといろいろバタバタして、どうする、飲み行く、飲み行く、うん、じゃあちょっとなんか、うん、あそこ美味しいらしいよ。あ、そうなの。そうそうそう、今日待ち合わせゴジラとか言ってたから、うんうんうん、あ、じゃ あ焼き鳥大丈夫、あ、大丈夫、うん、調べてくれたんだ、聞いた、まあ、調べたね、調べたね、うん、ありがとう、うん、あー疲れた。今日は、ね、一日休みだったの。うん、今日はね一日休みだったからちょっとお買い物してた。うん、あ、そうなの。荷物多いもんね。そう、ちょっと荷物多い。あ、二人いいですか。いいですか。うん。単品で大丈夫です。あ、はい。どうぞ、スティメさんご覧ください。今日は泊まれるの？着替えとか持ってきたい。いや、この荷物着替え？これダメ？次、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 結構頻繁に会ってるじゃん。前、この前もそう言われたよ。いや、ちょっとね、明日がね、ちょっと早い。ちょっとだけ早いから、まあ、今日のうちにちょっと帰ろうかなとは思って。ダメ？そうだ、でもなんかゆっくりできるとか、あ、なんかゆっくりできるときにした方がいい。全然ラブホとかだとちょっと悪いじゃん。ちゃんとしたホテル取るからさ。本当に次は行ける？次お泊まりでいい？次、もう次お泊まりも約束。これは約束。今日はちょっと休憩でしょ。休憩。次は絶対だよ。大丈夫。約束はちゃんと守る。本当？次ね。こんな悲しい顔しないよ。明るいうちから飲むと結構酔っ払うね。最近さ、まだパパ活やってる？パパ活？たまにだよ、でも。いや、やってる。めちゃくちゃ。なんで？気になる？どうなのかな。前より減ったよ。いやいや、パパが結構調子いいよみたいに言ったから。でもなんか会える人決まってきたりしたからさ。会える人決まったりするからさ。安定はするかな。あ、ケーキみたいな人がいるんだ。そう。今月さ、まあ、月末じゃん。ずっといつも会いたかったんだけど、ちょっと月末で泊まれなくて。で、次その泊まるときはさ、俺も予約して取るから、俺が今日いいお願いし、今日お願いしてもいい？ねえ。ダメ？え？ダメ？ダメ？ダメなの？ちょっとね、お金があんまりなくて。まあ、あるんだけど、お金別にないわけじゃないんだけど、ちょっと出るあれが多そうで、ちょっと今日だけお願いできたらなみたいな。思う？
まあ、ここも、うん、いい。次回ね、次回絶対に。いや、次回はもう俺予約取るから、うん、決めた。どこがいい場所？ねえ、どこがいいかな。ディズニー。ディズニーのホテルで予約取れんの？知らない。ディズニーのホテル予約取ったことないんだけど。行ったこともないし。あのディズニーランドのとこにあるやつでしょ。うん。ホテル。あ、そっか。なんかまあ聞いたことはあるぐらいなんで。あの勝負決めるときに行くやつだよねあれ。友達結婚式の時になんかここでプロポーズしたって言ってた。あ、そうなんだ。うん、そう、まあ結婚式とかちょっと多くて最近ちょっと出が多くてね。結構包むもんね。うん、そして今日ちょっと。ありがとう。全然あのもう結構酔っ払ったし、お腹もいっぱいになったので、そんないっぱい食べれようとか思うみたいなので、ちょっとホテル行って前コンビニだけ寄りたい。コンビニ？何かかんの？タバコ。吸いすぎだよ。いいよ。うん、いいよ。ありがとうございます。ごちそうさまです。ねえ。